アキラッチのスカッと皇室。トンボ論文、また矛盾が出てきました。ビオトープの設定はどこに行ったんですか。森洋平が珍しくまともな記事。皇位継承問題でトップが裏金問題どうなる。原武氏受けだぞ。でも秋篠宮様の祈りが足りなかったということですか。はい、どうもキャッチです。江藤さんがブログでね、この久志様がね、トンボ論文の筆頭筆者でない二大根拠ということで記事を書いてましたね。今回のね、久志様の論文で、本当にこのね、筆頭筆者と名乗るほど仕事をしたのかと疑惑をね、決定づける証拠ってことでやってましたね。それはね、論文の中に記載されてますけども、ヤブヤンマに関してでね、このヤブヤンマに関しては前回の調査で表町池で産卵が確認されているようですね。それでも2019年には幼虫もよく観察できて、夕方に飛んでる姿も池の周辺でね、見ることができたようですね。でも池の東側を覆っていたね、樹木を伐採することによって池が明るくなると、2020年以降は個体数が減ったと記されているようですね。他の池ではね、2022年以降も成熟したトンボの様子が確認できたようですね。でも表町池ではね、個体数が減ったと書かれているわけですね。この表町池に関してはね、昭島町の南側にある池で、2021年から2022年にかけて浚渫工事がね、行われていて、ここで完全に池が破壊されちゃったわけですね。2020年の調査で樹木伐採されたことでトンボの減少がね、確認されている池で、さらに浚渫工事をすることによって、もうね、壊滅時というか、ほぼね、いなくなったんちゃうかってことですね。ただ秋島邸の改修工事だから、久志様がね、浚渫工事は困ると言ったらね、土地も広いわけだし、どうにでもね、できたはずですよね。しかも一緒に研究をした飯島健氏もいたわけなんだよね。なんでこの工事を止めなかったのかってこともあるしね、この都合の悪いことを論文に書くのもおかしいですよね。だから消去法でこの論文を書いたのは、清下拓也氏の可能性が高いってことですね。そもそもね、清下拓也氏しかいないとはね、言われてましたけどね、トンボのスペシャリストがこの人だけですからね。それで一応ね、清下拓也氏が責任秘書になったわけですね。論文のデータだけ久志様が提供して、それをね、清下拓也氏が書いたんかなってことでね、それで久志様を筆頭筆者にして、これがね、大丈夫なんかってことですね。一応これまではね、パソコンのデータを清下拓也氏が見て指導を受けながら、久志様がね、この論文書いたんかなみたいな感じで思ってましたけども、全部ね、清下拓也氏が書いたんかなってことですね。やはりね、大学へ推薦で行きたいから箔付けて筆頭筆者に、ね、してもらったのが、バレバレってことですね。しかも本当に調査していたら、浚渫工事にノーとね、言えますよね。赤坂御用地はね、貴重な環境で、なんとかこのトンボの環境を守っていきたいってね、そんな感じで書いてましたけども、実際にはトンボが住みにくくなっていることが判明したわけですね。ちなみにね、秋島邸の改修計画に関しては、2006年から始まって、2015年にはね、設計が始まったと報じられているわけですね。で、2017年に講師になってからね、職員が増えるからってことで、具体的な設計と工事が決まったわけですね。ただこのね、2015年のアクション様のね、誕生日会見では、アクション合成がね、この時は2人が揃って会見してましたけども、ちょっと矛盾していることを言ってるわけですね。矛盾するというか、久志様に関してはね、この段階で昆虫好きに関しては語ってはいるんですよね。しかもね、昆虫そのものも好きだけども、それがね、生息している環境にも興味を持つようになったと書いてるわけですね。だからこの段階ではね、ビオトープの方で裏口を探ってたんかもしれませんね。そしてね、例えばどういう環境のところで自分の関心がある種類が生息をしているかとかね、そういった環境とかを自宅の庭とかで再現できないかってことで、久志様のことに関してはね、そういうことで語ってるわけですね。さらにね、紀子様に関しては、久志様について田んぼの生き物に興味を持つようになって、その他では今まで興味を持っていた昆虫の採取とか飼育をするだけじゃなくて、環境づくりにも関心と語ってるわけですね。その中でね、例えばこのトンボとかホタルなどが住みやすい場所とかね、好む環境を作りたいということで、自分の家の庭とか御用地内を歩いて植物などを確かめて、大川のところではね、川の流れを止めないように枯葉とか小さな枝を取り除いていると、昆虫のね、住みやすい環境に興味を持っているよということで語ったわけですね。だから普通だったらね、これ絶対にこの秋島邸の裏とかで工事をしようとしてたらやめさせようとするしね、秋島様もね、そういったこの生き物の環境とかに関しては、この詳しいはずやからね、なんでこの前回の調査で一番トンボがね、多かった表町池の環境を破壊しようと思ったのかってことですね。この辺がね、矛盾しまくってますよね。前回の調査では半分がね、この表町池でたくさんのトンボの種類が見つかってるわけですね。でもそのトンボの環境を、この破壊しまくってるわけですね。久志様がね、トンボに興味を持っていることを知ってながら破壊しまくったわけですね。で、久志様も止めなかったわけですね。しかも2020年の段階で減少しているっていうのがね、確認されてから浚渫工事で、ほぼね、全滅をさせたんじゃないかってことで、そういった工事をしたわけですね。
まちなみにこの悠仁様の16歳の誕生日の文章では、もうこのトンボのね論文を出すことが決定してたのか、トンボ類の生息環境の調査はね特に熱心に続けられていると書いてたわけですね。まあ、さらにね、国立科学博物館の過去の赤坂御用地のトンボ類を見ながら、調査時に飛来していたトンボとね、まあ、この現在見ることができるトンボの種類を確かめるなどっていうことで、もうこの頃にはね、トンボの論文を書くことは決めてたんでしょうね。さらに赤坂御用地に生きる虫とか植物などの生物多様性の保全にもね、まあ、関心を広げられたと書いてるわけですね。まあ、そのような場所に生息するトンボをねはじめとする生き物の生息環境が良くなるように、まあ、積極的にね環境づくりに取り組んでいると書かれてるわけですね。まあでもね、秋山様も悠仁様がねトンボの調査をしていることを分かっていながら、こんな工事したらトンボがいなくなることも分かった上で工事をしたわけですね。で、秀吉様に関してはね、トンボの生育環境が良くなるようにとかね、論文でも書いてますけども、まさにこの生育環境が悪くなる様子を眺めていたわけですね。まあ普通はね、このショベルカーとかやってきて、その段階で親父に対してね、何やってるんだって形で、まあ計画を知らなくてもね、ショベルカーが来たら、普通はまあ怒りますよね。さらにまたね、今は佳子様のスピンロードで、まあ、またね、トンボが住みにくい環境が出来上がろうとしてるわけですね。イタリア産の大理石をとか、もっとね、金をとか、注文している紀子様を目の前で見てね、まあ、どう感じたんでしょうね。まあ、ちなみにね、このまあトンボの論文のタイトルに関しては赤坂御用地のトンボ層で、でまあこれね、サブタイトルは多様な環境と人の手による維持管理やのにね、人の手による破壊が行われたことをね書いた論文ですね。まあ、ちなみにね、疑惑のオスネントンボに関してもさらにね書いてましたけども、首元付近を拡大してみると白い端子のようなものがね2つ映り込んでいるところですね。しかも4本の足しかないのにね、足の2本が左右交差していて芝にね接触をしているわけですね。まあ、このね白い端子のようなものも、まあ、脱臼したね足の関節なのかとかですね、まあ、なんでこのねクロスさせたのかは分からないですけども、芝に接着しやすいようにしたのか、まあ、昆虫用のね糊を使用してくっつけたのか、まあ、どうなのかってことですね。しかも羽の部分とか首の付け根とかも黒く変色していて、同じねオツネントンボを見てもちょっとまあ生きてる感じがしないってことですね。しかも尻尾というか先の方のね部分とかも芝が折れ曲がっていて、棒のような物体とかも映ってるってことですね。まあ、この周りとかはね緑の芝やのに明らかにね色が違うし、何か金属的な棒みたいなものが映ってるわけですね。しかも先端はね少し丸まってるわけですね。まあこれがね、まあ、もしかしたらね標本とかに使う、まあ、昆虫針じゃないかってことで指摘をしてましたね。まあいろいろとねこの論文に関してはまあむちゃくちゃですね。トンボの研究者が矛盾点を指摘してほしいですね。まあ指摘をされてもね責任著者は清志拓也氏が責められるんでしょうけどね。まあ、ちなみにね、サンデー毎日でいつもはね、アクション家を持ち上げる森大平ですけども、今回はまともな記事を書いてましたね。皇位継承問題について書いてました。岸田首相が昨年11月に直属の組織を立ち上げて、安定的な皇位継承の確保に関する懇談会を立ち上げましたけども、この早くもね、頓挫しそうだってことですね。まあ、それはね、安倍派閥の裏金問題もあったんで、いろいろとね、まあ、どうなのかってことで、まあ、実はね、昨年の12月15日に2回目の会合が予定されたみたいですね。ただまあ裏金問題があったんで急遽ね延期されたことですね。まあこれはまあ2回目がね予定されてたんですね。だからまあその時はねやる気あったんでしょうけども、2回目からまあ先送りができる課題にしちゃったわけですね。まあ岸田省に関してはね、昨年7月8日に安倍晋三元総理の志を継承する集いにも出席したみたいですね。でまあ憲法改正と皇位継承など安倍氏の思いを引き継ぐとそこでね語ったようですね。まあこれはね岸田省は別にね安倍派閥でもないんで、まあ完全にね安倍派閥の票が欲しくて出席をしたんちゃうかってことですね。まあ、だからこの段階ではね、まあ、この継投しようって感じの思いがあったのかもしれませんね。そしてまあその安倍派閥の票を得るために萩生政調会長にね続投を指示したわけですね。まあ、一応ねここでまあその続投する条件として皇位継承問題についてもね進めるようにと語ってね、まあ、その思いについても産経新聞のインタビューで語ったわけですね。安定した皇位継承の見直し作業を急がなければいけないっていう問題意識も伝えられていて、憲法改正と合わせて道筋をつけたいと語ったわけですね。まあ、ただね、憲法改正と合わせてとね、言ってる時点で、もうなんかセットにしてるんで、まあ、完全にね、政治利用ですよね。そしてまあ、岸田首相は、ゴリゴリの保守系のね、雑誌の月刊ウィルで、桜井義子氏と対談してるわけですね。まあ、この桜井義子さんがね、まあ、統一教会系の機関紙と提携している、クリスチャンサイエンスモニターでもね、働いてましたよね。まあ、これですね。まあ、こういう形で、まあ、この人なんかベトナムで生まれたんかな。まあ、そして、ハワイの大学を出たんかな。で、まあ、AG 新聞のね、まあ、クリスチャンサイエンスモニターに、まあ、勤務ということで。まあ、ここがね、まあ、この統一教会系というか、まあ、そことも提携してというかね、まあ、これですね。統一教会の、まあ、この世界日報のね、まあ、読者で作る千日クラブでも、まあ、講演とかもしてるんで、まあ、ズブズブですね。で、このクリスチャンサイエンスモニターに関しては、まあ、統一教会系のね、世界日報と、まあ、提携してるわけですね。まあ、しかもね、この産経新聞では、まあ、この美しき強き国ねってことで、それは2018年9月からまあ連載ってことですね。まあ、月に1回連載していて、
今でもね、だからまあ連載してるんですよね。もともとこの統一教会の日本の会長の人が美しき国へってことで、まあ、そういったね本も出してるし、そういったスローガンも出してますよね。で安倍さんもね、美しい国へって感じで、まあ、そういったスローガンとかも出してましたよね。だから完全にまあ統一教会とはまあズブズブというか、でまあこのね、まあ、タイトルとかもまあ考え直さないということで、まあ、これがまあ統一教会に向けて出版してるようなもんですよね。まあ、そもそもね、まあ、産経新聞自体が、まあ、この統一教会系というかね、まあ、世界日報がね、まあ、くっついてますからね。1946年8月1日に、まあ、世界日報も、まあ、産経新聞と、まあ、合流というかね、一部が合流してるんで、まあ、その一部の組織と桜井よし子さんが、まあ、くっついてるから、まあ、こういう形でね連載とかやってるんでしょうね。まあ、いろいろとね、まあ、ズブズブですね。まあ、ちなみにね、まあ、この月刊ウィールの対談では2021年の総裁選で話した旧宮家の団家男子が皇籍に復帰する案も含めて女系天皇以外の候補を検討すべきだとね主張してましたけども、まあ、その約束を守りますと誓ってるわけですね。ただまあこのね旧宮家が皇籍復帰する案に関してはすでにね2021年12月に最終報告書として出されたのに、ね、過去まあ2年間動かなかったわけですね。まあ、ちなみにこのね桜井よし子氏からは岸田総理がね皇位継承の問題に取り組んでくれるのか疑心暗鬼が生じていましたと指摘しましたけども、まあ、今後はね見える形で議論を進めていきたいと対談では語っているようですね。まあ、おそらくね、まあ、統一教会系の信者とかも購入させられている自称保守系の読者しかいない雑誌でねリップサービスをしたわけですね。まあ、自民党ではね安倍派閥は最大派閥なんで岸田首相もね、まあ、総理を続けることしか考えてないかもしれませんね。まあ、最近はね LGBT 理解増進法が成立して団結なし継承維持に危機感を持っているんでここだけはねなんとかこの死守しようと岸田首相を操っているのかもしれませんね。まあ、ちなみにね皇位継承の懇談会の初会合は昨年ね11月17日に行われて会長にはね麻生太郎さんがついて会長代理には茂木幹事長が就任したわけですね。そしてまあ事務総長に萩生田議員がねついたわけですね。まあ、ここの委員はね16人いますけども、まあ、かなりね保守派の議員が目立つということですね。でまあその中でもねキーマンは萩生田議員ですね。萩生田議員がトップじゃないのにインタビューでね私が責任者となって受け皿を作ると語ってましたよね。ただそのね実質リーダーシップを取るはずの萩生田議員に裏金問題が発生したわけですね。まあ、当時はね萩生田議員が政調会長でしたね。この政調会長というのはね自民党としてどのような政策法案をね打ち出すかを取りまとめる責任者でもあるわけですね。だからまあ皇位継承に関してもねどのように皇室典範を変えていくのかっていうねポジションだったわけですけども、まあ、そのね政調会長を辞任したわけですね。まあ、ちなみにねこの後任になったのは渡海喜三郎氏でこの人は無派閥ですけどもその前は石原派でバリバリのね団結男子派で石原慎太郎さんがトップだった派閥だからねおそらくまあ団結男子の考えでしょうね。まあ、ただね萩生田議員がまだねこの皇位継承懇談会のメンバーになってますけども、まあ、そこでこの実質のねトップとしてやっていくっていう発言もあったんで、まあ、この裏金問題で政調会長を辞任したんでもう今はね政策を任されてないんで受け皿にはなれませんよね。だから新しく立ち上げたばかりですけども実質のね受け皿となるトップがいなくなって、まあ、この交代するのかどうか分からないわけですね。まあ、この岸田首相に関してはね支持率も下がりまくって歴代の過去最低の支持率に迫ってきてますよね。まあ、逆にね不支持率に関してはね 79% ってことでこれはまあ戦後ね最もこの支持されてないようですね。まあ、でもこの予算が通過前なんで誰もね首相には交代したくないし辞めるとしたら、まあ、3月末以降って感じですね。まあ、それにそもそもねこの皇位継承とか憲法改正というのはね国家の形を決める重要な課題で支持率が2割もないような人たちが決めたことにね、まあ、国民がね納得するわけがないしね、まあ、どうなるかですね。それにまあ皇室典範改正が簡単にできるとね思い込んでるんじゃないかってことですね。まあ、このね木原幹事長代理とかも論点はそんなにね多岐にわたるものじゃないと言って早い時期に結論を出すつもりだったようですけども今出されている案がね、まあ、そもそも間違いだらけですね。旧宮家の皇族復帰に関してもね、まあ、この旧宮家の子孫から誰もね皇族になりたいと言ってる人も出てこないしもしこのね出てきたとしても武田恒康みたいな人が出てきたらね国民は納得しませんよね。まあそれにね、まあ、この人は問題だとか、まあ、このその審査をする人は誰がするかですね週刊誌がジャッジするんですかね。まあ、これに関してはね男系で血統がつながっていてその人物が希望したら誰でも皇族になれるのかってことで、まあ、その辺の議論に関してもねされてないんでもしこの旧宮家の男系男子の子孫が OK して憲法14条の門地の差別もクリアしたとしてもまだまだハードルがありますよね。まずこの門地の差別のハードルもかなり厳しいしそれをクリアしても国民の目があるしこの問題に関してはね2005年と2006年の時にもすでにね検討されていて、まあ、これは無理だと除外された案だったわけですね。それも安倍派閥の支持者が団結男子しかね受け入れないんで即した無理なんでね、まあ、この旧宮家の団結男子の子孫をってことで、まあ、強引にねやろうとしてるわけですね。まあ、それに関してね、まあ、この珍しく森鴎平がまともな意見を言ってるわけですけどもそもそもこの世論がね支持してるのは女性天皇案であって旧宮家復帰ではないってことですね。それも忘れて政権維持のための道具として皇位継承をね利用しようとしているってことで、まあ、皇位継承に関しては早くね進めた方がいいけども岸田首相に、まあ、その資格はないとバッサリ切ってますね。
まあ、この森尾平さんに関してはね、日差し様までの流れは揺るがせにしてはいけないということで考えているのかもしれませんけども、一応ね女性天皇を支持してますからね。まあ、今年はこの皇位継承の問題を扱うだろうけども、とりあえずね岸田政権では無理ですね。まずこの次の総裁選に安倍派閥から出てこれないからね、まあ、これがね女性天皇女系天皇に理解を示している石破茂さんとかね河野太郎さんがなったら実現しそうですけどね。まあ、この安倍派閥の支持者は安倍派閥の裏金問題ばかりがね報道されているのに、毎日のように河野太郎さんをトレンド入りさせてね叩いてますよね。河野太郎さんが首相になったら行動力も早いんで、すぐにね女性天皇女系天皇が実現しそうで恐れてるんでしょうね。石破茂さんは派閥を持ってないから、菅前首相が担ぎ上げるとしたら、まあ、河野太郎さんか石破茂さんだと思いますけども、まあ、次の総裁選はどうなりますかね。河野太郎さんもねマイナンバーの情報流出が問題というよりも、今の自民党が作り上げたパソナ経由でね70件みたいな感じで仕事をどんどんね下請けに任せるシステムが一番の問題ですよね。このズブズブの体質はね自民党である限り変わらないんで、誰がやってもゆっくり決めてもね情報は流出するでしょうね。まあ、それが分かっていてね実績が欲しかったんでやったっていうのがね一番の問題ですけどね。まあ、いろいろとね、まあ、問題だらけですね。真面目にね不敬な投稿をしている人がいましたね。天皇や皇室の研究をしている原武史氏が正月にね X で不敬な投稿をしてましたね。まあ、これですね、この四方八方で1年の平安を祈ったはずやのにね、その日にねこれほどの災害が起こるってことはね祈りが足りないんちゃうかみたいな感じで書いてますよね。新年一般参加がね中止になったのは天皇陛下の祈りがね足りないと言わんばかりの発言ですね。この四方八方に関してはね1年の平安を祈るということですけども、これほどの災害が起こるってことは関東大震災の時に帝名皇后が言った神の諌めっていう言葉を思い出すと投稿したわけですね。ただまあそれを言うんだったらね、四方八方に関しては1年の平安を願うってことで、平成の時代に起きた災害っていうのはねこの1年の平安の祈りが足りなかったっていうことにもねなりますよね。ただまあ願いがね足りないっていうのはね間違いではないかもしれませんね。実はこの四方八方っていうのは天皇陛下とね皇太子がやるわけですね。でも皇太子は言いませんよね。よくもアクシャン様がね皇太子と同じような立場で皇嗣と言われてますけども、アクシャン様がね大乗さんについて宗教色が強いんで税金を使うべきじゃないと言ってますね。だからまあ四方八方に関しても宗教色が強くて、まあ、俺はねそもそも皇太子ではないからってことで祈ってないでしょうね。本来であればね天皇陛下と皇太子の2人が祈りますけども、それはアクシャン様がねサボったことで震災が起きたっていう見方が、まあ、このね原武史さんの主張だったらできますね。まあ、実はねその証拠にアクシャン様がね一番このズブズブと言われている北九州市でも大規模火災が起きましたね。北九州市の商店街の魚町銀店街で火災が発生しましたよね。北九州市といえば日差し様が盗作作文したところですね。商店街だから密集してるんでどんどんね燃えていったんでしょうね。商店街の中でもね古い建物が隣接する鳥町食堂街ってことで、まあ、これはね木造だったんですかね。まあ、実はここはね1951年に創立した日本最初のアーケード商店街みたいですね。小倉駅から徒歩3分で結構まあ利用者もいたんでしょうね。一昨年にもね2度の大火事になった旦過市場からも非常にね近い場所で、北九州市民は大きなショックと報道されてましたね。まあ、この北九州市で大きな火災が続くってことで、やはりねここ数年のアクシャン様の四方八方のサボりが原因の一つかもしれませんね。まあ、古い商店街だからこういったね火災になる可能性も考えて、全国のね似たようなアーケード商店街は燃え移らないような仕組みとかも考えた方がいいかもしれませんね。まあそれにしてもね今年はどうなりますかね。岸田首相もね俺が辞めて何か解決するのかってことで周りには話してるんですね。やめて解決するんだったらいつでもねやめてやると語っているようですね。まあ、この情報がね漏れてくる時点で岸田首相も信頼されてない証拠だしね。まあ、今年はこの安倍派閥の裏金問題もこれからだしね。まあ、検察が大物を逮捕するかですね。萩生田議員とかね西村議員を逮捕したら安倍派閥もね完全に崩壊しそうですね。まあ、予算が成立するまでは誰も辞めさせたくないんで、そんなのんきなことを言ってるんですかね。まあ、支持率もねこれ以上下がらないだろうって感じで開き直りですね。まあ、3月上旬のねアメリカ訪問までは辞めさせられることはないですからね。まあ、それにしてもね与党がピンチになるといつもね何かまあ大きな出来事が起きてねそっちに話題が持っていかれますけども、このまま裏金問題とかをうやむやにしないでもらいたいですね。安倍派閥の政治資金問題が出てからね松本人志の文春法とかもありましたけども、あれもねもっとやばいネタが出るのを防ぐために松本人志の文春法を出したとね言われてますよね。まあ、8年間ねストックしていたネタですからね。そしてまあ元旦にはね大きな震災で飛行機事故でね北九州市の火災で裏金問題どころではないとかねならなければいいですけどね。まあそれにしてもねやはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか。動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったと思う方はグッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんでそちらの方もお待ちしております。